ミッションを進める前に苦手な人が多いっていうレンジャーのヘリコプターはヘロンで遊んじゃいます。さてヘロンに乗るのはヘリの紹介をした時以来、うまく飛ばせるかな。ちなみにミッション37の烈火の大地に来ています。腕試しにはちょうどいいでしょう。早速コスモノーツを発見。おわー、機体がグラグラするよ。スティックの感度がこれくらい、一定の高さでホバリングする押し込みはこのくらい。うん、いけそうだ。慣れた慣れた。あれだね、この子癖が強いっていうより操作に対して素直すぎるんだ。変な挙動をするわけじゃないから、この子の操作感度の高さにさえ慣れちゃえば使いこなせる。方向転換がやたら早いから、周りに敵が散らばっててもこんな感じで対処できるね。評価はどうあれ、やっぱり私はヘリが好きです。あと迫撃コプター。ほんじゃミッション66、降下戦機。新型ロボットが登場しそうね。落下予報地点18、ここが当たりだ。落ちてきた。おや、空からの登場か。一体どんなアンドロイドだろう。あー、ディロイだ。過去作にもいたから知ってたのだわ。あー、そっか、アンドロイドと戦闘ロボットって別物扱いなんだ。ちょっと勘違いしちゃった。でもラッキー、今回の装備なら対処できる。空飛びながら爆撃してくるアンドロイドとか想像してたから、遠距離戦闘用の装備で固めてきたんだよね。怪我の巧妙ね。巡航ミサイルが戦場に到達、誘導をお願いします。ラジャー。ディロイは顔と足の関節全部に砲台がついてるわ。顔さえ壊せば沈黙するわよ。それなら顔を狙おう。足を壊せばアイテムドロップが増えるっぽいけどね。あの大量の足砲台を壊せる武装がない。ディロイは一歩が大きくてすぐに近づかれちゃうから、とりあえず破壊を目指すよ。敵兵器が落ちてくるぞ。まだ来るぞ。ドア近い近い。 G6 が向かっている。落ちこたえろ。 G6、 機関銃を搭載した対空戦車ケブラーね。 NPC としてちょくちょく出てくるのだわ。強いかどうかわかんないけど、弾幕攻撃を見るのは楽しい。ガンガン撃っておくれ。ミサイル弾着します。頭部に誘導。陸空も到着しました。対空車両をお届けしたっす。ケブラーとは違う誘導ミサイル式っすよ。一度につき銃の標的を攻撃できるレグリングね。これなら足の砲台を攻撃しまくれるわ。手持ちの武装は遠距離単体用だから、乗り物はたくさんの敵を攻撃できるこの子を持ってきたんだけど、意もしない空爆アンドロイドを予想した構成が割とこのミッションに噛み合いまくってるの。なんなの。あるものだわね。アンドロイドだと思ってショットガン持ってこなくてよかった。あんなん絶対届かないもん。どうやらこのミッションに出てくるのはディロイだけのようだわ。じきに援軍も来るし問題なさそうね。ディロイの攻撃がチカチカして目に来るけどね。うわー、柔らか車両が壊された。ネグリング、もはやササラちゃんのアーマーの方が耐久高いのよね。空にケブラーの弾幕が飛び始めた。反発火力が歩兵の銃より低くても、これだけ撃ってればそれなりのダメージを出してくれてるはず。やっぱり戦場を彩るのは弾幕と爆発だよね。そしてネットを彩るボイロ動画を葬ろうとする侵略者はカットだ。特に変わり映えしなかったし、なんかケブラーも撃たなくなったのだわ。巡航ミサイルが役に立ったようでよかったです。すごい助かった。あ、ケブラーが撃ち始めた。リロードでもしてたのかしらね。新規獲得はなし。続いてミッション67、タコの町。こそこそカッコ撃破の作戦っぽいわ。静かにしろ。わあ、前もやったわそれ。おっと、目の前にクルールがいる。やるぞ、しくじるなよ。大声を出すな。もう自由にして。ふっふっふ、単発威力最強クラスのサイレントコプターを持ってきたぞ。これで気づかれる前に敵を排除するサイレントキリングだ。2体目がっちりこっち見てます。ウォーゲームの使用名ならば奥の手だ。気づいた個体を始末すればサイレントキル。いけー、自爆特攻コプター12連。単なるパワープレイになったのだわ。ウヒー倒せない。ならばこれでとどめ。
サイレン。いいから続きやるわよ。こういう時は高い場所から様子を伺うのが鉄板。デクスでビルの屋上に登ってみよう。なるほど、そのためのデクス。高所は車線が通しやすくなるわね。よく見える、よく見える。サイレントコプター2機派遣。この攻撃はもしクルールがアクティブだったとしても縦の超反応さえ間に合わない速度で弾を撃ち出す。マーカーが体にくっついた時点でクルールは倒される運命なのだ。おまけにすごい効果力。次行くよ。見事に盾が間に合ってないわね。さあ一緒にいてこっちに気づいたクルールをやっつけるよ。エレクトロンと自爆特攻で攻撃だ。それそれ、私はここだぞ。ウハハハハハ、気分がいいな。イエーイ。ああ反撃飛んできてたのね。ゲームがゲームなら今のでおしまいだったわ。この世界の人頑丈なので。ビルの屋上から新たなクルールを発見。いいやっほー、サッサラさんだぞ。デクスの火炎放射をお届けに上がりやした。これにはクルールもびっくり。反撃の隙は与えないよ。気づいた時にはもう遅いのだ。気づくの遅くない？デクスとクルールって似てるから仲間だと思ってるのかしら。いや本当にバレないぞ。街を占拠したと思って油断してるのかな。気を抜く時間も大切だけどタイミングが悪かったわね。危なげなくクリア。レイダーの武器3種がレベルアップ。お次は岩壁の巨栄。マザーとかキングって書いてるわね。それなら高火力武器を持っていこう。すげえ軍団だ。巨大なやつばかりだぞ。女王アリに空飛ぶカエル。お、あっちには巨大アンドロイドもいる。右側の山には巨大クモのキング。左側には女王蜂もいるわね。巨大モンスター勢ぞろいなのだわ。この辺りは埼玉に取り込むために下見に来た足の庭だ。侵略者たちに混ぜていってもらうぞ。そうだね、侵略は悪いことだよね。さあ初っ端から手加減なしで行くよ。ミナトちゃん、テンペストの妖精を受諾。吹っ飛ばしちゃってください。うおー、真上から来た。まずはクイーンから仕留めるよ。すごいや、コッパみじんだ。だけどカエルは全然巻き込めなかった。来るよ、迎撃よーい。うっさい玉。私の今回の装備は対大型のヘビーウェポンが多め。だから残りは回転率のいいリムペットガンと近くの敵を自動で攻撃するコプターを持ってきた。幸い小型の数は大したことなさそうだし今の武装で十分さばききれるわね。今回レンジャー正体はアサルトライフルとショットガンの混成なの。いくら敵が来たって撃ち落としてやる。埼玉の土に朽ちるがいい。もうここ埼玉のものにした気でいるぞ。あの人思考回路がプライマー側ね。よし次に移ろう。続いてはキングと蜂の群れ。砲兵部隊にあそこに迫撃砲を落としてもらおう。うまくたくさん巻き込めるかな。迫撃砲撃て。この砲兵のおっちゃんだけ他の無線音声の半分のボリュームでちょうどいいんだよね。よっしゃドンピシャ。半径12メートルの爆発が12発ヒット。とはいえキングも倒せていないし生き残った大量の蜂がやってきたわと思ったらどんどん減ってるわ。自動攻撃コプターが恐ろしい速さで蜂を駆逐してくれてる。難易度ハードの蜂の耐久なんて神も同然とはいえ私が攻撃しなくても平気なレベルなのはすんごい助かる。ところでキングどこ？開いた。へいへい撃ちまくりだぜ。レンジャー正体全力で見守っています。今回は上から狙うこと多いわね。手避けて避けて。ノーガード戦法じゃーい。ただの棒立ちなのよ。撃ち勝てた。負けてたらミッション最初からなのによくやるわね。固いことに定評がある巨大アンドロイド。でもテンペストにかかれば一撃です。残るは中央の山。マザー、小型アンドロイド、空飛ぶカエル。空飛ぶカエルってすなわちアマガエルってこと？兵士の間ではアーマーを着たカエルをアマガエルって呼ぶこと多いよ。海に潜ってるカエルはアマガエルなんて呼ぶことがあるようです。オスのカエルはアメーンガエルね。もう全部アマガエルでいいよ。かなり近づかれた。この距離だったらサブの砲台の方がいいかな。乗り換えだ。主砲じゃなくたってタイタンは強い。
それを見せつけてやる。って、あ、ちょっと動かないで。ああ、これ以上右を向けない。タイタンの向きを調整して反対側のガンナー席に乗るよ。忙しいわね。タイタンのガンナー席は滑空砲の他にもう一つ、目の前に爆弾を落として近距離の敵を蹴散らす技があるの。これで一網打尽。生きているやつを守れ、生きているやつを守れ。うわー、なんか爆弾降ってきたよ。レンジャー全滅、レンジャー全滅。よ、よくもつむぎちゃんたちを。残りは私がやっつけてやる。お願いね、ササラちゃん。アーシたちはちょっと休んでるよ。タイタンは用法、要領を守ってお使いください。とどめを刺したのは私だけど、もともとレンジャーやられかけだったし、というか割とヤバい。ピンチだこれ。銃の弾が一体どこに。人が戦ってる時に伝説の食材の話。ああ、僕から始めた人だと意味わかんないわよね。この世界には古代の神話で卵型の宇宙船から神が降りてきたって書かれてるのよ。ポペコちゃんはそれを宇宙人のリーダーと司令船だと信じ込んで必死に探してるってわけ。私の専属オペレーターなのにオペレーションしてくれない。それはそう。ああ、でもなんとか敵を減らして持ち直してきた。自分の目の前に迫撃砲とかテンペストを起ことす危ないプレイだったけど、おかげでクリアできそう。結果論だけど、テンペストは巨大アンドロイドよりもアリに落とすべきだったかもね。その方がつむぎちゃんたちも無理なく戦えたし。アリはサンがすごい強いからね。最適解を目指すなら他の武装になるけど、いろんな武装が使えて楽しかった。アイテム確認。スプレンダーショット。ミニのタイミングで起爆できる弾をたくさん発射するわ。起爆するとすごい数の弾が弾けるの。弾は壁に跳ね返るから狭いところで使いたいわね。本気の武装で挑んで負けたら考えるけど、変な構成で負ける分には一向に構わん。じゃあねー。